次にお話しさせていただくのはルート選択に関してです。まあもう繰り返しになってしまうんですけども、現在地の認識で目的地の認識があると、まあ、カーナビゲーションだと勝手にルートをチョイスしてくれます。まあ、サッカーの場合、フットボールの場合はそのルート選択は例えば状況によって変わります。右現在地目的地があって、例えば右サイドに人が多くいるとかプレッシャーがかかるようだったら、おのずと左サイドからチョイスすることになりますし、例えばクロスセンタリングなんかも同じようで、自分が左サイド、そして目的地が中央になれば、でディフェンスがどう立ってくるかによって、ストレートなのかそれともカーブなのかっていうふうに、現在地目的地の認識がはっきりすることで、ルート選択をおのずと勝手にするような仕組みになっていくと思います。これも繰り返して申し訳ないんですが、どっちもわからない場合は、要するに状況に合ったプレーをしていないっていうことになっていきます。やはり自分の目的地、そして現在地、この2つが初めてあることでどういうルート行くのか、もうこれは本当に住宅回避とカーナビゲーションの住宅回避と全く同じ発想なんですけども、この2つがないと自分が行くべき道が少なくというか分からなくなってしまうので、キックミスだったりとか、それこそ判断のミスをしてしまうことになります。なのでこの現在地、目的地、そしてルート選択っていうのは、キックにおいても、もちろんフットボールにおいても非常に重要な考え方の一つだと思います。一人ディフェンス役を入れます。はい、それによってディフェンスがパスラインを切ってくるということは、予定を変えなきゃいけないっていう動作を繰り返していきます。それでトラップ何かは、先ほどやったスクエアパスと同じように、トラップは未来隣のパートに合わせることによってディフェンスが切りやすくなるってことは、逆が開くっていうことになってきます。はい、ステップがミートした、アウト、ナイスプレー。はい、バックステップがミートすることによってディフェンスがはっきりするからね。どっち、そうディフェンス見て、はい、そう、ナイス、ナイスプレー。はい、予定変更、はい、そうバックステップしたからディフェンスいる。はい、どっち、そうディフェンス見て、はい、そうディフェンス来たから、はい、ディフェンス来たから予定変更。